皆さんこんにちは、秋田市長の穂積元です。秋田放送の関向井涼子です。穂積市長、はい、今回は秋田市の農業がテーマです。はい、去年7月の大雨災害では市内の農家も甚大な被害に遭われました。そんな中でも災害という逆境を乗り越え日々奮闘している農家の皆さんがいらっしゃいます。今日は優れた農業者の功績を称える秋田市農業大賞表彰事業で受賞された方々やこれから農業を始めようと奮闘する方を紹介します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋田市農業大賞表彰事業は農業者の資質や意欲を高め農業農村の活性化を図ることを目的に実施している事業です。技術や経営改善に意欲的な農家や地域の模範的な担い手などの優れた取り組みを対象に経営体部門、若手農業者部門、地域活性化部門の3部門で秋田市農業賞を選び、さらにその中の一つを秋田市農業大賞として選出します。今年2月に行われた表彰式では5つの個人団体に賞が贈られました。大賞に選ばれたのは日本酒醸造用の米を栽培・出荷している経営者たちで作る JA 秋田なまはげ酒米研究会。コロナ禍の影響で酒米の需要が減少している中でも安定して高品質な酒米を出荷していることが評価されました。こちらは JA 秋田なまはげ酒米研究会会長の高橋光悦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高橋さん、まずは研究会の活動を教えてください。はい、我々は酒米を栽培する22の個人法人からなる研究会です。それぞれが収穫した米の品質を比較研究することでより高品質な酒米の栽培を目指しています。会員同士の情報共有や意見交換のほか、それぞれの圃場の巡回や酒米栽培の先進地域の視察も行っています。はい、大賞受賞おめでとうございます。受賞の感想を聞かせてください。はい、およそ35年前に研究会が発足してから会員、作付け面積ともに大きく増加しました。会員皆でやってきたことが評価され嬉しく思います。酒米の栽培は自然相手であることに加え日本酒の需要にも左右されるのでうまくいく時もそうでない時もありましたが、現状に満足せず常に改善を考えてきたことが今につながっていると思います。酒米研究会の圃場は合計で74ヘクタールにもなるとのことですが、その酒米はどのようなところで扱われているのでしょうか。はい、多くの蔵元さんに使われていますが、出荷量が多いのは秋田市の荒政酒造さん、由利本荘市の久屋酒造店さんです。コロナ禍で日本酒需要が下がった時も安定して酒米を買い取っていただきありがたかったです。日本酒を飲む際には生産者の皆さんのことを思いながらいただきたいと思います。高橋さんの今後の展望を聞かせください。はい、酒米研究会としては県内にいくつかある研究会同士の意見交換の場を作りたいです。悩みを共有したり将来を語り合ったりと秋田の日本酒を守るために一丸となって取り組めればと思っています。将来的には生産者たちの意見を集約して蔵元との交渉を行い、蔵元と生産者の両方にメリットがある仕組みを考えていきたいと思っています。高橋さんの将来を考える姿勢は非常に頼もしく思います。今後も秋田の酒米生産をリードしていってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いて向かったのは添川地区の小高い丘の上、豊かな自然に囲まれパイプハウスが並んでいます。
こちらで野菜を栽培しているのが安藤勤さんです。令和2年に農業を始めました。当初4棟だったハウスは今では13棟まで増え、順調に経営を拡大しています。ブランド名であるワイベジのシールがついた安藤さんの野菜はスーパーなどの消費者から好評です。作業の効率化と農作物の高品質化の両立を図っている点が評価され、若手農業者部門で農業賞を受賞しました。ワイベジの代表を務める安藤勤さんにお話を伺います。安藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。安藤さんはどうして農業を始めたのですか？はい、私は昔から山菜が好きで、趣味で採った山菜を市内の道の駅で販売していました。野菜売り場に並べるうちに、山菜の旬の時期以外は野菜を販売できたらというふうに思うようになり、4年前に農業を始めました。はい、ゼロから農業を始めるのは大変ではなかったですか？最初はお金かけずに、ハウスとかそういう機械とか買わずに、始めようかなと思ったんですけれども、勉強のために働かせてもらったガイアガーデンで、そのハウスの有効性だったり機械とか使ってやった方がやっぱり効率よくできるっていうのがよく分かったので、本気でやってみようかなというふうに思いました。実際に農業に触れる経験はとても重要なものだったようですね。今ではこちらのハウスで1年を通して15種類もの野菜を栽培しているんですよね。はい、今野菜の栽培に集中して取り組んでいるので、山菜採りに行く暇もなくなってしまったんですけれども、夏は忙しくて冬は暇になるっていうよくある農業のサイクルではなくて、1年通して安定して収穫したり出荷できるように、季節に合った作物作付けして、そういったスケジュールを組んでいます。就農して4年でここまで経営を拡大した背景には、安藤さんの効率化への工夫があるんですよね。はい、ハウスを使って、寒い時期閉めたりとか、温度管理をしてるんですけれども、その他にも除草剤使わなくていいように、時間とかをかからないように防草シート貼ったりとか、水やりの手間を省くために換水チューブで自動で水やりをしたりとかっていうふうにすることで、高品質で効率的な野菜の栽培をできるように取り組んでいます。安藤さんの今後の目標を聞かせてください。はい、今後はハウス以外で広い土地を使って栽培する野菜に挑戦していきます。まずは今年近くの土地をお借りしてネギと人参を始めます。一人ではなくて隣の区画で農業している方と共同で栽培するので、その点も新たな挑戦になると思います。1年を通して栽培しているとはいえ、まだ忙しさにムラがあるので、今後さらに安定させるために試行錯誤しつつ努力していきたいです。安藤さん、将来の秋田市の農業を引っ張る存在になっていただけるよう期待しています。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に2人が向かったのは秋田市園芸振興センターです。農家所得の向上と農業経営の安定化を図ることを目的とするこの施設では、新規就農研修生たちが日々農業の勉強に励んでいます。2年間にわたる研修は野菜や牡蠣の栽培方法や農業経営を学ぶ座学をはじめ、実際の畑で栽培実習を行ったり、農業機械の操作やメンテナンスを学んだり、農家として働く上で必要不可欠な内容です。こちらは先月から研修2年目に入った鈴木剛さんです。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さんはどうして研修を受けようと思ったんですか？はい、私は16年間会社員として働き、昨年から研修を受けています。仕事をする上で一番大切なのはやりがいだと思っていて、農業はその先の人生でやりがいを追求できるものだと思い研修に参加しました。実家が小規模ではありますが兼業農家だったこともあり、小さな頃から祖父や父の姿を見てきたことも農業を選んだきっかけになったかもしれません。はい、実際に1年間研修を受けてみてどうですか？はい、
学ぶものすべてが新鮮でした。日々の研修で触れる農作物や農業の専門用語などゼロから勉強の毎日です。特に感じたのは農業のストイックさです。例えばイチゴに関しては栽培、収穫、調整、出荷という流れの中にものすごく厳密なルールがあります。指導員からは作っている時は生産者目線、収穫したら消費者目線という心構えを教わりました。実際に生産者側を経験しないとわからない感覚だと思います。はい、日々の研修の中で意識していることはありますか？はい、研修を終了した後には自分が農業経営者になるということを強く意識しています。研修の内容をいかに吸収し自分の経営にフィードバックできるかが成功の鍵だと思っているので、農業のプロになることを意識して残りの1年研修に臨みたいと思います。農家の高齢化が進む中、鈴木さんのような若い力はこれからの秋田市の農業に欠かせません。はい、そうですね。収納後はどんな品目を栽培する予定なんですか？はい、水筒の他にハウスでメロンとほうれん草、露地ではネギと枝豆を栽培する予定です。これらの野菜は JA 秋田なまはげの重点作物に指定されていて、販路や栽培技術がすでに確立されているため、まずは安定経営を図っていきたいです。最後に鈴木さんの目指す将来像を教えてください。はい、私の目指す経営理念は、信頼する仲間とともにお客様の立場に立って価値のある製品を提供するです。安定した収穫量と安心できる品質を保ち、ばらつきを最小限に抑えれるよう努力していきたいと思います。そのためには日々の管理が重要になってくるので、価値観を共有できる仲間と盤石な経営を目指していきたいと思います。新たな雇用にもつながりそうですね。将来の地域農業の担い手を目指してこれからも研修に取り組んでください。鈴木さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は秋田市農業賞の受賞者、そしてこれから農業を始める園芸振興センターの研修生を紹介しました。熱意を持って農業に取り組む姿が印象的でしたね。はい、そうですね。農業に真摯に向き合う姿勢、そして秋田の将来を考える姿にも頼もしさを感じました。秋田市ではこれからも農業の活性化を図る取り組みを進め、農家の皆さんが輝く街を目指していきます。小泉市長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ジュースです。ジュースのようですね。